さあ、今回はザ・ブルークリスタルロッドについて語るよ。これはドルアーガの塔シリーズの第3弾なんだね。そうだよ、ドルアーガを倒した後、主人公はカイと一緒に天界にロッドを返す冒険に出るんだ。でも、今回のジャンルは完全なアドベンチャーなんだって。それで既存のファンは少し戸惑ったようだけど、ストーリー分岐が多くてエンディングが40種類以上あるんだ。それはプレイヤーにとっては夢中になれる要素だね。そうだね、選択肢によって能力も変わるから考えながら選ばないといけないんだよ。そしてこの作品は3部作の完結編なんだね。うん、でも初見でも楽しめる作りになってるんだ。そして絵が可愛くて特に女神様が素敵だってさ。ボリューム不足はあるけど名作の歴史を味わえるんだね。まさにそう、ドルアーガシリーズのファンならこれもチェックしておきたい作品だよね。紹介するのはサンサーラナーガニだよ。サンサーラナーガってなんだろう。サンサーラは輪廻、ナーガは竜を意味するんだ。それは古代インドのサンスクリット語だよ。このゲームの制作陣は豪華なんだね。監修はパトレイバーの押井守さんで、キャラクターデザインはさくら玉吉さんが担当してるんだ。ストーリーはどんな感じなの。主人公と一匹の竜が古代インド風の塔の世界を旅するんだ。その虚無的な世界観とユニークなキャラクターが魅力的だよ。でもストーリーはダークなんだって。そう、さくら玉吉の可愛らしいデザインとは裏腹にダークなストーリーが描かれているんだ。竜の育成が重要な要素なんだね。うん、でも主人公は戦闘で成長しないのが本作の大きな特徴と言えるんだよ。でも前作に比べて竜の育成が物足りないって。そうかもしれないけど、それでも本作は RPG の名作として評価されてるよ。ドラクエやファイナルファンタジーの影に隠れてるけど名作なんだね。まさにそうだよ、インド風の世界観を楽しもう。今回はコスモポリスギャリバンニというベルトスクロールアクションゲームを見ていこう。主人公はサイボーグ化された警察官なんだね。そうだよ、3人のサイボーグ警察官が悪の組織を倒すために戦うんだ。ストーリーはどうなの。説明書には重厚なストーリーが書かれてるけど、実際は悪の組織を倒すというシンプルな展開だよ。アクションはどうなってるの。このゲームは格闘ゲームのような上段攻撃、下段攻撃、投げ、必殺技があるんだ。主人公ごとに得意技が違って自分好みのキャラでプレイできるよ。それは楽しそう。でもエンディングは同じなの。うん、エンディングは皆一緒なので誰でプレイしても大丈夫なんだ。ステージ構成はどうなっているの。前後ステージで各ステージは3ラウンドに分かれているんだよ。敵はガードを使ってくるんだって。そう、敵のガードが硬くてファイナルファイトのような爽快感は少し味わいにくいんだけど、格闘ゲームたすアクションとしては楽しめるよ。なるほど、攻撃のバリエーションを楽しむゲームなんだね。
スーパー HQ クリミナルチェイサーを紹介するよ。これはちょっと変わったレースゲームなんだね。このゲームではプレイヤーは凶悪犯が乗った車を高速で追いかけて逮捕を目指すんだよ。でもただ追いかけるだけじゃないんだよね。そう、実はプレイヤーの車で犯人の車にぶつかりダメージを与えて走行不能にするんだ。なんて物騒な逮捕方法なんだ。でもそこがこのゲームの面白さだよ。他にも似たゲームはあるけど、このゲームはプレイヤー視点でプレイするのが特徴的だよ。迫力がありそうだけど、視界は限定されるの？視界が限られていて周囲が見にくく、距離感がつかみにくいのが難点だってさ。難易度はどうなの？5ステージをクリアするとハードモードに進めるけど、全体的にはそんなに難しくないんだって。ハードモードも楽勝でサクッとプレイできるらしいよ。爽快感と迫力を求める人にはぴったりなゲームなんだね。その通り。さあ準備はいい？エンジンを吹かして犯人を追い詰めよう。観念しな。今回紹介するのは原始時代を舞台にした冒険アクションゲーム、戦え原始人さんだよ。主役は前作と同じくジョーとマックなんだね。そうだよ。フーバーに盗まれた部族の冠を取り戻すため二人は再び旅立つんだ。ゲームの内容は前作とどう違うの？今作はシューティングとアクションのちょうど中間ぐらいの内容で、恐竜に追いかけられたりトロッコに乗ったりと面白いバラエティが増えてるんだよ。他にも新しい要素があるの？うん、実は RPG のようにフィールドマップを移動したり、村でアイテムを買ったり、自宅を改造できるんだ。RPG 要素もあるのが面白そう。でも面白いのは求婚システムで、ジョーはブーケを買って求婚できるんだけど、実は成功しなくていつも未婚なんだよ。あら、それはちょっと切ないね。そうだね。でもその現実味がゲームに深みを与えているんだよ。今度はミッキーとミニーのマジカルアドベンチャーにを見ていこう。これはミッキーのアクションゲームの第2弾なんだね。そうだよ。このゲームではみんなの楽しみにしていたサーカスとお化け屋敷を取り戻すため、ミッキーとミニーがピート伯爵のお城へ向かうんだ。二人で同時にプレイできるのがいいね。うん、二人同時プレイが可能で、4つのコスチュームに着替えながらステージクリアを目指すんだよ。でも今回のコスチュームはちょっと癖が強いの？そう、特にカウボーイコスチュームはピストルを使えるけど、ぴょんぴょん飛び跳ねて使いにくいんだって。ステージはどんな感じなの？ステージは全部で6つで、ぐるぐる回転するステージやワイヤーに引っかかりながら滑るシーンがあるんだ。それって遊園地みたいで楽しそうね。ス
ピード感があって遊園地のようなステージが魅力的だよ。ディズニーらしい演出もあるんだね。ミッキーとミニーのコスチュームが違っておなじみの仲間たちも登場するからディズニー好きにはおすすめだよ。さあ、今日は人気ベルトスクロールアクションゲーム、ファイナルファイト、タフのお話だよ。これは、ファイナルファイト、シリーズの3作目なんだってね。そうだよ、このゲームでは壊滅させたマッドギアの元下部組織、スカルクロスが活動を再開し、修行から戻ってきたガイとハガ、ルーシア、そして謎の青年リーンが戦いを挑むんだよ。ほう、何か新しいアクションが追加されたんだって。今回はダッシュや向きの固定、バックステップといった移動系のアクションが増えて動きやすくなったんだ。でも敵も賢くなってきたんだよね。その通り、敵はうまくプレイヤーの周りを回ってくるし、キャラごとにリーチの差があるから、ただの連打だけじゃ難しいんだよ。ベルスク慣れた人にもおすすめなのね。そうだね、ただシリーズ恒例のパンチハメがなくなったのは少し残念だったけど、各キャラにコマンド技が追加されて前作よりも派手になったんだ。コヒト的にはルーシアが好きなんだってね。そう、ルーシアはやっぱり魅力的だね。これでまた一つゲームの楽しみが増えたね。パニック。